純粋に知識がやっぱ足りないから、うん、そうなんかプロの意見聞いて、うん、変わったと思う。ちょっと1年前の石丸、うん、変わるんだ。これがめっちゃ楽しそうに歌ってる声の動画めっちゃ楽しそうじゃん。でもめっちゃ楽しかったけど、まあいろんな意見があった。やっぱりこれも、もうこれからすると確かにボイトレした感はあるかも、うん、今日の今はね、今年もボイトレ頑張ろうかなって、うん、思います。変わりました。少しはめっちゃ変わった。少しじゃないよ、少しじゃない。やった、うん、まあ、ということでね、忘れ桜みんな聞いてね。じゃあいきますか、スパガタイムズスタートこれからのお守りね。はい、いいっす無事レコーディング終わりました。もうね、マジで今回難しくてめっちゃ緊張してたんですよ。今回も歌詞がすっごい本当に良くて、なんか負け、2番のねサビが負けるな、かっこ悪いの先にしかかっこいいなんてないさっていう歌詞があるんですけど、あ、もうその通りやって思って、ほんまにめっちゃいい歌詞やなって思うんで、ぜひ歌詞にもね注目してほしいなって思います。ゆうちゃん、レコーディング頑張ってるかい？お腹が空いたって言ってたけど、今回の CD はゆうちゃんのお腹のグーグー音をガヤにしたいと思います。イエイイエイ頑張りバイバイ。今からレックなんですけど、お腹が減りすぎて、あのレコーディング中にお腹が鳴らないか今すごい心配してます。さよならなんて大嫌いだよ、でも未来は悪くない、さあ歩き出そう。はい、今卒業される方じゃなくてもきっとなんかジーンとくるような曲になっているので、ぜひ皆さんチェックしてくださいどうしよう、相方助けて何日本語喋れる、日本語喋ってるやんレコーディングのな、うん、感想をな、うん、くださいって言われたんやけど、うん、何も喋れんくてお腹減りましたぐらいしか言ってなくて、アイカより精神で低いんちゃうIQ2 やろIQ2 らしい、マネージャーさんに IQ2 って言われてるんだけどやばいな、やばいな。でもここの歌詞好き、負けるなかっこ悪い、待って真似してやろアイカの、アイカも言った、嘘、ここ負けるなかっこ悪いの先にしかかっこいいなんてないさっていう2番サビのところがあるんですけど、うん、なんかその歌詞がめっちゃ、え、マジで思ったよな、その通りやんな、自分にこうズサって突き刺さってくる、うん、負けるなかっこ悪いの先にしかかっこいいなんてないねんで、そうだから、うん、今がかっこ悪くてもいつかかっこよくなれるってことなので、ね、めっちゃ心に響くよね、うん、この言葉、今頑張るしかないって思いました、頑張るの出会ったあの日はこんな仲良しに、ピッチちょっと上げてもらいたいです。はい、 OK です、大丈夫です。今は悪くない、ダダダダ歌詞よし、インタビュー始めます。今日はどういう感じでしたか？そうだな、今日は
ちょっとスパが多分今まで初めてのちょっと切ないソングになってて、あの多分一番切ない感じだったので、あの感情的にもすごい、あの歌いながらすごい険しい表情になってしまったと思うんですけれども、その分なんて言うんですか、切ない中にもなんかちょっと強さがあるような曲になっているので、そこら辺皆さんに、届けられたらいいなという思いで歌わせていただきました。真面目かい井上、持ち前のハイトーンボイスでぶち上げてけい。 Let it go。レコーディング終わりました、イエーイですね、レコーディングは私はめちゃくちゃなんだろう、振り入れとかももちろんあの大切なんですけど、レコーディングってすっごい自分の中であの緊張するお仕事であって、なんかそれがもう YouTube とか世に出ちゃうのでめっちゃ緊張して、あのすごいディレクターさんにも何回も撮り直していいですかってめっちゃやってて、ちょっと時間越しちゃったんですけど終わりました。なずちゃん見てるかな、なずちゃんがあの私がレコーディング中にちょこちょこ入ってきて見えたのが分かるんですけど、なずちゃんはですねどういう風に歌ってほしいか、やっぱりなずちゃんはスパガの歌姫でもあるので、でもなずちゃんって見た目がすごい可愛らしいんですけど声がかっこいいので、そのかっこよさを生かして歌い上げてほしいです。聞いときます、よろしくお願いしますバイバイ。はい。見えない涙、桜が咲いてるのも忘れて君を夢中で見てた。さよならなんて大嫌いだよ、でも未来は悪くない、そう信じたい。君に降り注ぐ。はい、ありがとうございました。はい、忘れ桜のレコーディングが終わりました。はい、3月に発売ということで桜がテーマになってる曲なんですけど、あの今まではコングラチュレーション懐かれ片思いときて、なんかこうしんみりとした曲があんまりなかったので結構新鮮な感じでレコーディングをさせてもらいました。で、ナズの好きな歌詞があるんですけど、写真をたくさん撮っておこう、これからのお守りねっていう歌詞があるんですけど、私もちょうど高校3年生でこう友達と進路が分かれたりとかするので、なんかこうしんみりした気持ちになりながら自分に当てはめながら聴きました。なので、あ、歌いました。なので皆さんもなんかこう聴くときはそういう風に自分が卒業するときとか旅立つときとかのことを思い出しつつ、で高校3年生とか大学生とか同じような気持ちになってる方は自分に重ねつつ聴いていただけたら、さらにこの曲の良さが出るんじゃないかなと思います。楽しみにしててください。しおりさん、朝早くからお疲れ様です。しおりさんはいつもナズがベタベタすると冷たくしてくるので、2020年は優しくしてください。頑張ってください。はい、はい。さよならなんて大嫌いだよ、でも未来は悪くない。どうも、中しおりです。入り方がわからない。本日は、忘れ桜のレコーディングなんですけれども、私の番終わってまいりました。頑張った。いや、頑張った。当たり前なんですけれども、今回の曲はそうですね、こう4章の中では初めての 春のなんていうんですかね、別れとかそういうものをなんか描いてるんじゃないかなと思う作品で、なんだかちょっと
エモくエモくというか感情をこう入れて歌ってきました、私なりになんですけどはい、でですね、今回の私のこの曲の好きなポイントということで、私が好きなところはあのラスサビで、あのさよならなんてない気ないだよってとこがあるんですけど、そこにダン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 って入ってるんですよ、音が後ろで。でなんかそれをぜひあの曲を皆さんが聴くときは感じながら聴いてもらえたら、なんかちょっとエモいんじゃないかなと思って、私はそこがいっちゃん好きです、はい、でですね、お次はあの石丸ちかちゃんがね、あのレコーディングをされるみたいなので、私はあのそっと見守りつつ帰りたいと思います。ちかちゃん頑張ってくださいバイバイ、長尾ちゃんでした。2020年の皆さんは新学期や新生活を始められますか？私はスーパーガールズ2年目です。新生活、始められる皆さんファイティン。レコーディングだよ、頑張るよ。桜が咲いてるのも忘れて、君を夢中で見てた。今が大好きと言えば泣きそうで、さよならなんて大嫌いだよ。でも未来は悪くない、さあ歩き出そう。浮いて花びら君に降り注ぐ、美しくて切なくて君は忘れない。桜桜、どうもどうも、ちかぴです。レコーディング終わりました。まあ、1年間しっかりあのボイトレに通わせてもらったので、その成果が出てるよっていう風にあの言っていただきました。完成が楽しみです。ということで、続きましては我らがリーダー梅ちゃんです、どうぞ。うん、じゃあその A メロのね、またすぐの行、はい、うん、またすぐ会いに行くね、君は忘れない桜桜。終わりました、ありがとうございました。終わった、終わりました。お疲れ様でした。顔がやばかったと思うけど許してね撮ろう。いや、今回ちょっとミディアムテンポの曲なので、普段よりもあの私肺活量が鬼なくて、あの歌うのすごい難しかったんですけど、なんとか終えることができました。今回の曲忘れ桜というのはですね、スパガに今までなかった桜ソングなんですけど、なんて言ったらいいんですかね、このミディアムなテンポ感と、あとこうその卒業式だったりとか、何か自分が慣れ親しんできたものから離れていく情景が浮かぶような、歌詞にもすごくあのグッとくるワードがいっぱいある一曲になってます。この春たくさんの方に聴いてもらえたら嬉しいです。あ、どうぞまんま使います、嬉しいですはい、嬉しいです。そして今回阿部みりちゃんとダブルセンターを務めさせていただくということで、しっかりとこの曲の良さをたくさんの方にお届けするべく、ダブルセンターとしても頑張りたいと思います。そんな、続いてはダブルセンターのもう一人の阿部ゆめりちゃんです。ゆめり、声大丈夫かな？頑張ってね。バイバーイ。いや、大丈夫。それはもうしょうがないもの。
整体さんが、うん、なんかななっちゃうもんだね。生まれて初めてで、初めてです、ね、あと声変わりもなんか、あ、そう入ってるって言われて、あ、そうなので、プラスその声が潰れちゃった前のまでめっちゃ声使っちゃったので、うんうんうん、なんかできちゃった、できちゃったと。そんなんなんだね、うん、すみません申し訳ないです、とんでもない、その別日までに直してきます、すみません、少しでも、まあ、少しでもよくなるだろうからね、うん、あと数日あればよくなってくれると思うんですけど、うん、すいません、ありがとうございました、うん、それ、あ、はい、申し訳ないです、うん、お願いします、ありがとうございました、うん、よかった、よかった、よかった、でも上手に撮れた気がする、うん、よかった、ありがとうございました、安心した、あ、声、うん、そんなだってやってて痛んでこなかったし、うん、初ですね、結節でした、うん、ポリープみたいな感じ、そういうのができてるんだ、ポリープだって、皆様にご迷惑をおかけしました、ファンの方にもね、初めて声帯結節というものができましてすごい、なんか最初は手術とかも考えられたんですけど、でもそこまで悪化することなく今好調なんで治ってきてるので、これからも喉は大切に頑張りたいと思います、バイバーイ、お願いします、はい、お願いします、桜が咲いてるのも忘れて君を夢中で見てた、はい、はい、レコーディング新曲の終わりました、イエーイ、パチパチパチ、はい、終わったんですけど、今回はまあ桜ソングということで、なんかちょっぴり切なさもあり、こうお別れの気持ちもあり、でもこう未来はまあそう暗くないんだよっていう、こうなんだろうな、すごい切ない曲でもあるんですけども、ポジティブな曲だなって思いました、はい、皆さんに届くのがすごく今から楽しみです、ということで、なんと私が今回の曲レコーディング最後のメンバーだったということで、無事に全体としてもレコーディング終わりました、イエイ、はい、ということで、あのすごく私自身完成が楽しみなんですけど、皆さんも楽しみにしててください、で今までメンバーバトンをね、こう受け継いで受け継いでつなげてつなげてやってきたこのバトンを、今度は私は20歳の皆さんにあげたいと思います、だからこれはバトンもらったということは絶対聞いて、ミュージックビデオも多分撮ると思うので楽しみにしててください、忘れ桜バトン最後20歳にかけます、どうぞ、ということで終わり、みんなたくさん聞いてください、バイバイ、忘れ桜、忘れるなよ、忘れていいのか、え、忘れ、とりあえず聞いてね、バイバイ。